はい、あのじゃあゲームイズナビです。はい、皆さんこんにちは、ゲームイズナビです。ということで今回は、はい、ロリー、ロリーですね。ロリー、月給力、ギミックはウィンドブロックなんですよね。そう、おそらくオベロン進化の接待だと。そうですね、はい、意外と勝てんだなこのリトラ。硬い、はい、でまあ初日ね、うん、一応配信まあ2人でできなかったんで、はい、というのと、まあ、あと月給力なんでね。そうそうそう、まあ、あんまなんか難易度的にはそんなに高くないとはね言われてるけど、結構ねレーザーが、僕らもそう見てた方だったら分かると思うんですけど、中ボスとかボスのね最後のレーザーとかまでにこうどう倒すかみたいな、ちょっとねやっていこうかなと思いますんで。これすっごい思ったのはあれなんですね、エデン限定じゃなかったんです。あ、そうそうそう、このね果実マーカー、普通に出てくるんですね、うん、あそこ入れるんだ。ここ入れますね。僕いつもこの何でしたっけ、アンチブロックの編成でやってないんですよ、うん、ドラえもん運枠とか、うん、まあ、僕はダイナとか使ってるんですけど、うん、例えばドラの運枠だったりかまいたちの運枠の AB でパンドラを引っ張るっていうゲームに実際周回してるんですね。そうすると貫通枠を2本から3本入れて、うん、パンドラ1本さえ入れば、うん、その運算とかを周回ができるんですよね、うん、ただこれのせいで、そのパンダがね、火力が出せないときと出せるときのね、うん、差がね、めちゃくちゃ激しいんですよ。そう、結構初日の、はい、コメント欄で、うん、カインパン良かったですよみたいなのあったんだけど、うん、そういう使い方なんだね。じゃあもう引っ張って、そうですね、もう完全に引っ張って、で、ほとんどの中ボスボスが壁際に出てくるんで、そこに、そこでさえ覚えて、ね、ミパンサー配置できれば引っ張ってるだけのゲームになりますよね、うん、ただまあ、さっきも言った通り何でしたっけ、優勝コンポーネントがなってしまうと、ね、どうしてもね強っ、ね、マジでじゃあこいつだから、このオベロンで妥当に攻めるか、カニバで引っ張るかのあのゲームでずっとどっちかでやってました。ただ僕はこのアンチブロックの方の編成をあんまり周回しないんでまだあれなんですけど、こいつが友情ロックやってくるんですよね。そう、左下かな。そうっすね、これがマジで厄介なんだよな。回復しとこう。あと今回、はい、有役者コラボで、はい、僕が苦労して作った片桐かなめ、かなめくんか、片桐だって違う、ハギ、ヤギリ、ハギリ、ハギリかなめを作ったんじゃないのかなってなっちゃうじゃないですか。そうそうなんですよ、もう上はまれますね。あ、マジ、はい、あ、でもそれもそっちの方がいいかもしれないです。この後があとね、久々にピコル連れてきました。ピコル珍しいですね。そう、結構コメント欄でね使ってほしいって来てたんで、はい、でも固くないなんか使わなかった。結構なんかピロさんイコール結構リコールの方がクリア好き。でも最近もうね、そう、あとプロフィール記事も更新してね、うん、お気に入りキャラから外したから、うん、そんな簡単に外れるぐらいだったんですか、リコール。あ、そうなんだ。でもクラマにした、あれっすね、とりあえず。あ、クラマか、確かにクラマの方がイメージ強いかも、使ってないしね、っていうことで、うん、で、リコール張り付いたの誰も当たりに行かないっていう。でも実際あのエフェクトも変わったじゃん、まあ、結構前のアップデートで。わかりづらいみたいなこと言ってましたよね、うん、あれから他のフレアのキャラも使ってないね、なんだかんだ。いけ、よし、フレア、自分フレアキャラで一番使うのあれかもしれない、諸葛亮とハーレックス。ああ、諸葛亮、ハーレックス、どっちも好きなんで。ここへ入るのか。ナイス。そこ、間入れるんですよね、うん、サクサク。だからボス1飛んじゃうんですよね、ボス。全ゲージ飛んじゃったりするよね。ボス1、あ、もう超いい位置じゃない。行っていいんじゃない。これでもちょっとずれてますね。ちょっとずれてる。ここなんですよね。はいはい、はい。なんで、この編成で行くときは、一回、これ置いてもいいかもしれないですね。その次のターンで飛ばすみたいな。だからこいつは立て感じて。でもこれ攻略動画に飛ばしちゃっていいんですか、ここで。でも結構、はい、ボス1とかボス2で飛ばすっていう人多いみたいですね。うん、あ、本当ですか、うん、やっぱり。そうなんだ。でもオベロンとか使うのかな、みんな。あ、トータクとかかな。うん、まあ、それに、結局ボスさんも下にね、配置みたいなことだから、はい、どっか、どこのね、多分ボスのステージを覚えておいてね、はいはい、そこの、もう挟まりに行くっていうのは結構終了になってるとは思いますけれども、うん、だからたまにその紙パンとか配置するじゃないですか、うん、その時でも
あそこにハマって、あの紙板はまれたんで倒しちゃうとかもありましたね、たまに。はい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 。それからアンチブロックで ね、この目玉との間がすごい狭くなってるんで、うん、それで飛ばしちゃうって人もいるしね。お、だから一回ここで調整して、はいはい、はめて、その次のターン待ってって方がいいかもしれないですね。次右上に来るんで、右上に配置しといた方がいいかもしれないですね。これリコールの配置強くないですか。いい、いいと思う、はい、でここラスゲになりますね、多分。いけるかな。でリコールでしょ。あ、てかそう、ここラスゲになっちゃう。もうここラスゲになっちゃう。飛んでたね。でもリコールもこれかなりいい範囲からするんじゃないですか。ボスさんだけさ違う取り方、違う別取りしますか。いや、いいこれはこれ。いいよ。はい、ああ、今はピンポイントっす。はいはい、あとレーザーちょっと見せたかった、見せたいんだよね。あの最後の、最後あのオベロンの。あ、オベロン。オベロンのレーザー。オベロンのレーザーやばいっす。そうで今回受けてないからあれなんですけど、はい、右上の今6になってる数字のロックオンレーザーが、はい、意外で6ぐらいめっちゃやばいんで、はい、でも一応プルプルしてくれるんでね、そのやばいのは教えてくれます。そうそうそう、でそれが大体1体6万ぐらい、そうそう、持っていかれ、ああ怒りじゃない、4万とかですかね、4万で怒り状態6万1500ぐらい持ってかれるんで、はい、HP が言う中で重なってたりしたらちょっとね、非常に危ない、危ないんでね。そうですよね、あれロックオンで気をつけてください、はい、なんか呂布のプルプルと似てる。あ、確かに中ボスでもかなり4万ぐらいかな、持ってかれるん で、ね、で右上の気弾もね、なかなかその闇属性ばっかで受けちゃうと割と持ってかれちゃいます。でね、 S ランクがめっちゃ簡単なんですよ。あの今5分何秒とかなんですか。5分何秒とか、なんか7分とかそんぐらいまだあったよね、うん、確か。なんかメダル集めがすごいしやすいんじゃないかな。大塚さんがむっちゃ回りやすいって言ってね、うん、メダル、ね、うん、集めた S ランクだって言って、うん、そう、だから6000も取れるのかな、1体潰しとかで、はい、じゃ最後ガチャ引こうかな、はい、何引くんですか。いや、オベロン、オベロン。ああ、オベロンか。でやっとね、やっとっていうか覇者終わって、はい、オーブこれ回収したのがあるから、ちょっとオベロン、オベロン、そう、オベロン狙いですよね。オベロン狙い。今ティターニアだけ持ってるんでしたっけ。ティターニア持ってる。やっぱどうしても神化がやっぱオベロン、オベロン欲しいっすね、欲しいなと思って。で、うん、あの鳥獣か、次鳥獣あれかなと思ったけど、うん、結構長いからいいのかなと思っても引いても、ああ間違いないですね。そう、てか鳥獣引くならオベロン取っといた方がいいっすね、うん、多分鳥獣もそんな引かない気がするから、うん、ああそっか、10連か。そうここでオベロン、ドリーの攻略動画でオベロンってやばい、はいはい、でもそれこそ2体とか出ればね、自分1回も持ってないから。あ、そっかそっかそっか、進化の方もやっぱ強いから、はい、さっき見てるから、ね、進化っすか。てかドリーのせいで欲しくなりますよね。ね、ハドホ普通に強いしな。カットまであるじゃないですか。カットまである。珍しくね、ガッチャシングル、うん、あ、行くんすか。自分行けないな。そうね、ちょっとミッドナイトパーティー俺動画界でね40連したんですよ。え、何狙いで。あの時期配っす。ああそっか、はい、どうだった。あの大阪で引いたんですよ、うん、で会った人にとかに引いてもらって、あ、いいね、いろいろやって、うん、計40連引いたのかな、うん、40もうちょっと引いたかもしれないけど、うん、出たのは何だと思います。40何連して家康1体っす。うわー、やばい。見見ましょう、見見ましょう。進化するかもしれないから。あ、はい、え、まあ、こっからあるの。あ、両方あります。こっからあるの。はい、あ、お、と気づいてますよ。ああ。オベロン進化だったら割と完璧でしたよ。あの遊撃の方がいいか。動撃受けんな、完成してんじゃんもう。受けんな。バックか。いや。バッグもユークリ十字ですからね。そう、ラファエルですからね、ラファエル、うん、で重力ブロック少ないじゃないですか結局。まあ、うん、そうね、だから SS をあれにしたら、 SS はあれだよね、だから、うん、全然いいんですよね本当。もうアンチ魔法陣対策みたいな感じ。そうですね、8ターンなんでね。だよね。でも行って他2体が強いだけでこいつも弱いわけじゃないですからね、うん、ちょっとバカにはしてたけど、
まあ、今後なんか分かんないからね、うん、この SS がここでどっちもってことはね、うん、で何が出たの、え、なんすか、あ、で家康一体っすよ何年して家康一体しか出なかった、なんかもうエルドラのこと煽られてるように確かに、しかもだって早速あれアレス入ってたもんね、はい、バナーに、あ、バナー入ってましたね、アレスあれもう準備してましたよね完全にアレスがハマるっていう、完全はね、でもアレスならあれの方がいいですけどね、アカシャ、アカシャ、いや、アカシャはね、はい、まあそっか、まあでもパック出たね、パック出ましたね、なんか使う子じゃ、なんか使うか、どういうことですか、わかんない、どっかパック使ってみようかなと思って、プレゼント開放するのかあ、プレゼント1個じゃ開放しよう、うん、結局5個であと1個引いて、いろいろありますからね、先読み来た、マジか、ファッカー、アリスの色がクリティカルあんのか、そうか、しかも単発でクリティカル、あ、単発でクリティカルじゃねえ単発でバック引いてましたよお、あるよはい、これ何でしたっけ、こいつ髪の毛なんだっけ、こいつアイスマンじゃない、違う、なんだっけ、ゴッホみたいな名前じゃなかったんでしたっけ、ゴ、ズゴ、ゴッホみたいな、あ、全然違うアクアスだ、これクリーンね、あれだからね、はい、ということで、まあね、ドリーの、はい、あの劇曲の攻略動画になったんで ね、 ね、はい、ちょっとまあ、ボス戦やんなかったんですけど、そう、ボスラストがね、は一応下に、まあ、ドリーが、はい、出てきて、右上と左上に魔導士の、ね、大きい弱点がある、まあ、中ボス扱いのね、うん、扱いというか大きいのが、まあ、出てくるんで、まあ、そこも下に配置して殴っていくっていうゲームになると思うし、うんうん、基本的にボス1ボス2がハマってね、ダメージ与えられるから、 SS も結構ね溜まってると思うんで、確かに道中早すぎなければね、そうね、うん、とは思います、はい、なんかすごい二通りの攻略があるのかなってイメージがあって、うん、うん、それこそツキヨミゼロとかね、クシゼロとか、あと例えばセフィロスとか、うんうんうん、あのアンチブロックの火力出せるやつがいれば、ブロックみたいに今みたいにねはめて高速周回狙ってもいいんですけど、そう、ね、でパンドラいて、あとドラえもんとかかまいたちの方向を運気枠に作ってる人は引っ張りゲーでもいいのかなと思ったりしてます、はいはいはい、初手で魔導士2体出てくるところとかね、あの友情ロック2セット飛んできたりするんですよね、きついねそれ、うん、まあでもそれを1周回しても余裕で S ランクリアできるぐらいパンドラが強いんで、うん、まあ、ありかなと、そう、ね、うん、まあ、なかなかダイナの運極とか持ってる人も少ないかもしれないけど、うん、そダイナはそうですね、貫通 AB がある人はそれで行くのがいいのかな、はい、かまいたちとかドラえもんでも全然十分なんですよね、うんうんうん、最初ドラえもん使ってて、あ、そういえばダイナいたわってなったぐらいなんで、はい、はい、なんでぜひちょっとね、参考してみてお願いします、お願いします、あと、はい、まあ、たまにね、久々にリコール見たわっていう人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします確かに俺も久々に見ました、久々は自分も見ためっちゃ久々に見た、久々にリコール見た、はい、んでね、ぜひお願いします、はい、Twitter とゲームズ SNS もやってますので、はい、ぜひそちらもお願いします、お願いします、今回もゲームズ RPG スタジオ4からお送りしました、ナイプでした、シュウでした、お願いします、ありがとうございました。